あ、そう。おはよう、しばこ。と、僕のタブレットだ。ごめん、しばこ、降りてくれ。なでしこさんからメールだ。昨夜は報告メールをありがとう。木馬とチェズレーの不在についてはとりあえず横に置いておけ。君らはそのまま歌姫さんと行動を共にするように。木馬さんとチェズレーからは結局音沙汰なしだ。何事もないといいんだけど。スイさんは夜の間式神ロボットが見守っていた。異常があれば知らせが来るはず。あわすべひすまいかの祈り。歌声？庭からかな。そこで顔を上げる。ゆっくりと。そう。柵の痛みを美空に返し、今日は雲間に眠りませ。ああ、神楽の練習をしているのか。本当に筋が良い。泉以上かもしれぬ。褒めすぎだよ。照れんでもよかろう。これをよければ本番で着ておくれ。泉の巫女装束じゃ。え？この香り知ってる。お母さんの香りだ。これはわしが手作りした香でな。昨夜抱きしめておいた。確かに泉はこの香りを好いてくれていたが。そうか、マイカを去っても使ってくれていたのじゃな。お母さん。父さん。ルーク、なんでコートの裾を握りしめてるの？それに今にも泣きそうな顔してたような。起きたんだな、シキ。でも君まだ寝ぼけてるのかもな。つながりって不思議だね。長い間離れててもああやって自然に寄り添える。四季、そうか、切ないよな。四季は親御さんに会えないままその死を受け入れなきゃいけなかったんだからなあ、四季。僕も親を亡くしてる。君の気持ちはわかるつもりだ。じゃあ、ルークも寂しいの？寂しかったよ、昔は。でも今は知ってる。血がつながってなくても寄り添う方法があるってことを。手を取り合うんだ。それだけだよ。シキ。
君は僕たちの仲間になってくれた。僕たちの手を取ってくれた。もう僕たちは寄り添って進んでるじゃないか。な？ああ。ルークって、キザなの？え？同感だ。朝から胸焼けするわ。おはよう、アーロン。みんな、起きてたんだ。おはよう。様、小杖様、大変でございます。どうかお目通りを。またあやつらか。庭におるから回ってまいれ。で、ゴンゾー様が、また、こてつと共におりまして。だからなんじゃ、ゴンゾーも昔は孤児だったゆえ、目をかけておるのだろう。それが小杖様、今日はこてつが大変怒っておりましたの。あの蹴りゴマを作ったの、ゴンゾーなんだな。父ちゃんの形見だって言ったくせにと。ゴンゾー様ったら、普段はあんなに武骨じゃのに、虎徹の言葉に弱りきっとったわ。可愛らしいわ。あ、その蹴りゴマって、あ、ルークが持ってたんだ。持ち手がないから、本当にキャンディーみたいだね。そう、持ち手ね。ゴンゾー様曰く、簡単に回せるとコテツが飽きてしまう。それがお寂しいから、あえて蹴りゴマになさったとのこと。ぽゴンゾー様、けなげじゃわ。かわいらしいわ。いい加減にせんか、三人とも。そなたら、ゆうべも似たようなことで駆け込んできたではないか。ああ、そういえば。小杖様、どうかお目通りを。大変でございます。火が、火が。昨日のは、ゴンゾー様じゃなくて、カエン様のお話でしたわ。私がうっかりカエン様のお顔に水を浴びせてしまって、そうしたら顔の左側に火のような模様が現れたのです。驚き桃の木三種の木、一瞬で隠してしまわれましたが、見間違いではありませんでした。あれがカエン様の素顔なんじゃろうか。火の権化のようで素敵じゃったわ。朝っぱらからせえな。お前らの厚化粧にも水ぶっかけてやろうか。なんでって、あのアーロンがたじろいでる。巫女衆、恐るべし。静まれというのに。今日は雨降りの日じゃぞ。巫女が浮ついていてどうする。雨降り、そうでした。水様が大巫女としてお神楽を待ってくださるのでしょう。待ちきれませぬ。ぜひお歌も歌ってくださりませ。うん、かわいらしいわ。祈りの儀はこれからかね。祈りの儀、雨降りの日の儀式でな。大巫女は舞台に立つ前に、ご神体に祈りを捧げねばならぬ。ご神体は舞花城にあるゆえ、少し歩かせてしまうが、もうすぐ城から迎えが来よう。すまぬが頼む、スイ。うん、わかった。それなら当然、僕たちも同行させてください。舞花城へ。
水様、城まであと少しでございます。おみ足は痛みませぬか？大丈夫です。私はですけど。ふう、ま、また山道。そうなるのが分かってて、なんでついてくんだよてめえは。おまけにこいつまで弱ったな。すっかり懐かれちゃって参ったな。村山しなルーク。四季、本当に辛そうだな。よければんじゃねえよドギ。俺が口笛吹いたらやるべきことがあったろうが。勝負もう一度だ。またつい。おいハッカー、チャンスだぜ。とっととドギーにおぶさっとけ。これ以上ピーピー泣き言言われてもうるせえからな。ああなるほど、そういう。いやいやいや、こんな恥辱のやり取りを挟まなくても背中ぐらい貸すよ。ありがとう、ルーク。でも、大丈夫。今のあなたに比べたら、大して辛くない気がしてきた。哀れみの目で見られとる。そしてこっちの子はむちゃくちゃ興奮しとる。お座りしてるね、お揃いだねっつってんだろ。な、シバコ、あんまり先に行っちゃ。あ、どうした？シバコ、どこ行ったんだ？そう遠くには行けねえはずだが。確かに今さっきまで見えてたんだし。さっきの吠え方、悲鳴みたいだった。早く見つけてあげた方がいい。近くを探そう、ルーク。よし、待ってろ、シバコ。アーロンが聞いたシバコの声から考えると、古井戸の中だ。井戸に落ちたのか。何やってやがんだ。シバコ、よかった。でも痛かったよな。シバコは梢様の飼い犬。このままにしてはおけませぬ。マイカには傷によく効く湯がございます。それがしが連れて行きましょう。僕たちこのまま勝手にお城まで行っちゃっていいの？はい、ご神体は城門をくぐってすぐの雨降り殿に祀られております。門番に案内をお申し付けくだされ。それではごめん。芝子、元気になったらまた遊ぼうな。開門。スイ、よく来てくれた。城をゆっくり案内したいところだが、お主の晴れ舞台までそう時間もない。早速祈りの儀を始めよう。手はずは聞いているか？確か、ご神体に祈りを捧げるって。うん。ご神体は、この雨降り殿の中だ。
お主はご神体に触れながら今日の神楽の成功を祈ればよいだけ。皆が絆で結ばれ笑顔になりますようにとな。わかりました。では早速中へ。待たれよ。客人はこの先へ進むことまかりならぬ。ご神体の間には王族しか入れぬ決まりでございます。しかし大丈夫だよルーク。そっとこのロボット、この機械な人形にも遠慮してもらいましょう。あ、式神ロボットをついていかせることもできないか。心細いか。スイもまだ子供だな。ルーク殿たちも案ずるな。ものの10分で終わる。そこで待っておれ。あ、10分もこの側近どもの陰鬱な面見てなきゃなんねえのかよ。ああ、辛抱召されよ。実質10分もかかりますまい。今の物音、中からだ。スイさん、スイさん、どうしました？助け。あ、鍵が。どけ。ついてきたりしなければ少しは生きながらえたものとは言っても一日かそこらだがな。どの道明日ブロッサムは壊滅する。何言ってんだてめえ。マイカによる討ち入りだ。お主らはサンジを見ずに死ねる分むしろ幸福かもしれぬな。ああそうだ、お主はアマフリー氏にこだわっておったな。メイドの土産だ、存分に見るがよいぞ。ご神体、これぞ最高純度のアマフリー氏だ。これだけはディスカードにも売らなかった。てめえやっぱりディスカードと。さあ見たな、もう良いな。殺せ。くそったれ。シキ、このコマ、なぜお前が。どけデカブツ。ゴンゾウ様の援護。お、てやるなこいつら。何より数が多すぎる。このままじゃ。畳みかけろ。まずい。何？
さん。生きておったか。俺が隙を作る。城門へ走れ。でも、スイさんを置いてはいけない。呼ばれておるぞ、スイ。おー、すまぬ。死んでおるのだったな。クーガー。かわいい姪が寂しがっておる。お主ら、まとめて後を追うがよいぞ。みんな、大きく息を吸ってそのまま止めろ。くらえ、村蜘蛛。これは毒か。煙が回らないうちに逃げるんだ。俺がしんがりになる。よかろう。やってみろ。うわ、振り落とされたくなきゃ捕まってろ。走れ。また逃げるのか、モクマ。母上に救いでも求めるか。できた息子の言葉と主殺しのお主の言葉、どちらを信じるであろうな。門を閉ざせ。滑り込むぞ。クソ、しつけえ奴らだな。アーロン、振り返らない。走り続けて。オクマ。ルーク。はい。そこを左に曲がるとキャンディーがある。食べ方はわかるね。キャンディー、食べ方、何かの暗号か。とにかくアロン、角を左へ。この高さ、下が水でもさすがに死ぬぜ。じゃあ袋小路ってこと。そんなはずはない。木馬さんには何か意図があるはずだ。怪しいのは滝の前にある3つの灯籠。手裏剣、花、駒が描かれてる。クマさんからのヒントはキャンディ。ドギ、ちんたらしてる暇はねえぞ。すぐ忍者どもが来る。ああ、まず3つの灯籠のうちキャンディを表すものは、そう、コマの灯籠だ。僕は蹴りゴマをキャンディと勘違いしていた。次にこのコマの灯籠に何をすればいいか。モクマさんは食べ方はわかるねと言った。キャンディーの食べ方、すなわち切りごまの回し方か。切りごまを回すには確か側面を蹴ればよかったはず。よし、灯籠の側面を思い切り。あ、からくりが。敵が迫ってきている。二人とも穴に入ろう。穴を塞ぐ必要はない。必ず木馬さんが無事に追ってくるはずだ。さすが。さて、あとは片っぽだけ残す方がそれらしいか。くそ、木豆、どこへ行った。気配はないぞ。
よもや滝から飛び降りおったか。そのようだな。滝の口を見ろ、あやつの下駄だ。バカめ、この高さでは我らでも助からぬ。今頃はひしゃげておだぶつよ。